こんにちは、人生ナチュラリスト小崎です。このチャンネルでは自然で最高にハッピーライフになる方法についてお伝えしています。応援よろしくお願いします。チャンネル登録もお願いします。今回はですね、デトックスをテーマについてお伝えしたいんですけども、そもそも人間というのは毒が入ってくるとですね、それで体の不調というのをね、来たすわけなんですけども、じゃあ今回の毒何かって言ったら、これは洗脳という毒なんですね。で、まあ武田先生はですね、よく言うのがテレビウイルスとも言うわけですけども、この私たちの与えられている情報っていうのがほぼ完全に作られていてですね、実は今私たちが見ている現実っていうのは現実ではないということをね、お伝えしたいと思うんですけども、特にこの現象が出ているのがこのコロナウイルスに関するですね、情報なんですね。で、今私たちが触れている情報っていうのは、まあ、ヤフーニュースを見てもですね、新規感染者数はということとですね、感染拡大が止まりませんというようなことで私たちが恐怖に陥れられているわけなんですが、ね、その感染者数だけしか見ていないっていうのが今のメディアの報道になっています。今ですね、まあ、ヨーロッパの方でロックダウンというようなことで第2波が来たというふうに言われているわけなんですけど、じゃあ感染者数っていうふうに言われているものは確かに増えています。イギリスでも増えているし、フランスでも増えている。で、もうあらゆる国でその第2波としてこう出てきているわけなんですが、私たちが注目しなければならないのは死者数なんです。そのウイルスによってどれだけ私たちが死に陥れられるのかって、これが一番重大なポイントになってくるわけなんですけども、イギリスを見てもですね、その死者数がですね、恐ろしいほど減っているわけなんですね。で、これはですね、その過去のその第1波から見た、ね、死者数からの波から見てもですね、第2波はほとんどないっていうふうに見てもいいんですね。で、これはもうフランスとかヨーロッパの各国で同じように見られるわけなんです。っていうことはですね、感染者数が増えている、死者数がほとんどないというのは恐ろしいほどですね、致死率がですね、低迷しているということなんですね。低くなっているということなんですね。つまり感染拡大しているっていうことは死に至らないということを見なきゃいけないわけなんですね。ところがですね、今のメディア、すべてのメディアはですね、感染者数だけしか見ていないということなんですね。で、この、ね、死者数のデータから見ても一目瞭然なんですけども、このデータを見て冷静に分析して話しているメディアがほとんどない。これがですね、今の洗脳ということになるわけなんですね。そう。だから感染者数が増えるイコール危険。だから私たちはその自粛しなきゃいけない、ね、外には出てはいけないって、ソーシャルディスタンスを守んなきゃいけない、マスクを着用しなきゃいけないというふうに、まあ、作られているということなんですね。なので、まあ、そのね、今のこのパンデミックっていうその状況というのは、実はですね、ウイルスによるパンデミックというものが起きているわけではないんです。これは PCR パンデミックということなんですね。そもそも PCR で陽性イコール感染ではないということはこの動画でもお伝えしているわけなんですけども、ね、そのウイルスの肺炎、死骸とか、ね、その免疫が戦って、でウイルスが非活性になったその、DNA の情報とかも、それは検知して、でそれが、ね、ある配列があると存在しているというだけでですね、陽性反応、イコール感染っていうふうに見てるわけですね。そもそもウイルスだって活性状態で、そして細胞で細胞内を使って増殖していくっていう、この状態になって熱が出たりですね、鼻水が出たりとかです、くしゃみが出たりとか、そういう症状というものが出るわけなんですけども、PCR 検査をしたことによってですね、その感染しているかどうかの診断っていうのは全くといって判断することができないっていうわけですね。で、ところが、このコロナウイルスっていうものが出てから、その感染っていうものの測定する装置としてですね、PCR 検査っていうものを使っているわけなんですけども、そもそもこの感度と言われているものですね。その要は感度を強めれば強めるほど陽性者数っていうのは増えるわけなんですけども、今日本では45サイクル、やってるということなので、まあその世界で行われているこの PCR 検査っていうものも、そもそも感染者数を表しているものかどうかっていうのも全くといって、
当てにならないものになっているということなんですね。まあ、つまりその今起きているこの現象というものがもう科学では言えない、そのもう作られたものが今現在で社会で作られている、これがですね今のその世の中の人々に恐怖を植え付けているっていうね、今の現代社会で恐怖に貶められて、でその恐怖っていうものを利用すればするほど人を簡単に動かすことができる、これは歴史的に見てもこういうね、そのコロナにしてもそうだし、そしてテロリストが出たとかですね、あのヒトラーが出てきたとかですね、キム・ジョンウンという敵を作ったりって、敵を作って恐怖を陥れば入れるほど人を動かすことができやすいという歴史がこれ言えてることなんですね。まあ今そういうようなことでもう冷静に物事を判断できない人が、まあ、この世の中に溢れていて、でそういう状態がですね、まあ、今侵されていて、でそれでその今のこの洗脳状態から解放されるっていうことがですね、あなたの最強のですね洗脳デトックスになるというふうに思っていますので、ぜひ、まあね、この早々ですね、この動画の下にリンク貼っときますので、それを見てご自身でぜひ、調べていただいてですね、こういう、ね、今の問題っていうのは何なのか、それをですね冷静に考えていただければ、この世の中のおかしな状況っていうのはね見えてくると思いますので、ぜひ、調べてみてください。はい、このね動画を見て何か感じたことあれば、コメントいただきたいのと、コメントいつもね、いただいてるのは、僕の勇気になります。ぜひコメントください。チャンネル登録もしていない方はチャンネル登録パシッと押していただけると嬉しいです。今回もご視聴ありがとうございました。